った竹ジェイが右へピッチン、うわお互いのレイラ、まずはスミスが見せた。ヘッドショットで竹ジェイを落としました。 B サイトに侵入した、そのままレイタ、このままバリアオブからの B 設置、また変わった位置の設定です。中央マキバ裏をしっかり押さえていく、マキバダブルキル、1の3です。3人目で、さあ4人目とはいきません。サムシングしっかり返していく、ワンオフ残ったのはアマレンボスミス、抑えたのはクローです。いやー、マキバ落ち着いてましたね。武器を購入できています。さあ中央詰め警戒するのはセピアマーズ、まずは竹地を落とします。マキバ中央にスクリーン、その後ろからはラズ、側ではナギ、そしてキルグレイブがすでに構えています。リーヤから一気に攻めていくか、上ラズ、レイタ拾っていく、スミスが1人返してワンオスリーです。進行を阻止します。体力は72、シールドもありません。また1人、2人目の反応早かったんですが、ここはクロウがしっかり後ろから仕留めていこうという作戦もあったかもしれません。銃を飛び出したところスミス決め打ち、イエロー、クロウ見えたところ仕留めきれない、キルグレイブ返す。第3の矢、竹地壁を割って壁を抜く、カカシに渡りません。高校生プレイヤーカカシ、しっかり味方をヒールします。3名での取り返しとなりましたゼータディビジョン、まずはスパイクを解除する音を鳴らしてフェイクをかけます。顔を出しません。インソムニア、ショックボルト、もう一度鳴らしてリコンボルト破壊、上ではスミス、2人目そのスミスを返したのは竹地、4対2、イエローからナギ、ワンオフォー、残ったのはマキバ、キープの判断もあるか、いや削りに行く判断です。ワンオスリー、2つの初戦、最後は攻めている形を作っているのでかなり警戒しますけども、おお急先見えた、そのまま壁抜けヘッドショット、ラズが無駄だと。いやー、この詰める動きをされるとなかなか前に進みづらいですよね、はい、またこう同じ場所同じ場所見た見た、デジャブ、ラズがシェリフで2人倒し、そこからのオールドローン。いやー、ラズのシェリフはシェリフじゃないですからね。これまたいけませんよ、チェックしてからのハンタースキューリー、これで持ってくるか、ラズ、これがラズの相場か。いやー、でもダメージは入ってるので、はい、レイタもいいポジション、そこを見ていたのスミス、しっかり上のクリアリング、抑えた、マキは2ヘッドショット、もう4です。逃げ場はあるか、いや抑えることができるのがセピアマーズ、毒が飛んでくる、タケジェスリフティ、いやーゼータディビジョンもレイターがオペレーターと面白い形ですね。さあ、またおかば、おー、バリアオーブ、今クロウが乗せたんですね、縦壁で。そうですね、はい、設置しようというこのカカシをキャンセルさせました。ただ裏から来ていたタケジェをスミスが落としている、はい、上に乗っている、カバーできているが、ここは一旦引かせることに成功。カカシさらに設置を鳴らすが、レイタ避けたところ、カカシが戻りをしっかり見ていました。ハンターズキュリーのカバー遅れてしまったか。そしてスミスが狩りを始めるのか、アルティメットエンプレスを使用、4対3、取り返しゼータディビジョンは3名です。おっと、これポイズンクラウドか、ポイズンクラウドか、そのままハーフで一旦キャンセル、裏を確認、スミスがキルを取る、ナギがキルを取る、ワンオフォーです。ハーフまでは行っています。スネークバイト、毒の海、これは苦しいですか、マキバ。いやー、はい、これはいけないですね。さあ苦しいゼータディビジョン、なんとかスミスを抑えることには成功しますが、いや、タケジェがエンブレスを使用、上からはナギ、下ではレイタ、まずは1人、うおー、レイタが2人持っていった、セピアマーズがなんとかカバー、2オン4、そして正面からタケジェがセピアマーズを落とします。残ったらスミス、1オン4、さあここはゼータディビジョン甘えない配置、完全に囲んでいる、うん、壁を破壊、設置までは持っていけました、インソムニア、ドローン展開、ここでドローン、ラズ選手右の張り付き、そしてイエロー側を確認します。さあバイパーをこれマークできたの大きいですね。そうですね、倒したいですね、ゼータディビジョンとしてはバイパーを落としたいタイミング、体でクリアリングするラズ、自らがいった、キルグレイブ、スミス、スミス、ログはインソムニア、3対2、後ろもさばいていく、そのままこのオールドローンが切れたタイミングでまた中に入っている可能性もあります。選択肢が非常に広い。
入りました。バイパーズピット内巻き場、インソムニア、これ上が噛み合っている、上邪魔よ、その上にコンテナ上に乗っていたキルグレイブをしっかり落とす、横からセピアマーズ、あと30秒バイパーズピット解除、こじ開けます、ポイズンオーブ展開、そしてキッチン詰め、裏からスミス、4対3、バリオーブ破壊するナクロ、さあ設置後かかし引き上がった、タケジェが抑えます。いやースミスです、この裏のスミスがゼータディビジョンとしてはちょっとネックですね。そうですね、嫌ですね、ここを早く処理したい、はい、ゼータオペレーター前に出づらい状況です。スミスが出てこない、顔を出しませんよ、スミスが出てこない、いつ出すんだ、ここかレイダーが抑えた、残り1名、ワンオス最後落とし切って、解除は間に合ったか、ゼータディビジョン、なんディビジョンセンターに2枚置いてますよ、はい、さあ中部上に乗ったナギ、一応下抜けてくるスミス、ファーストブラッドはレイタ、レイタ残り1名、圧倒的ゼータディビジョン、さあ中部上さばいたのは最後はタケジェ、パーフェクト7対3、いやー A にゆっくり攻め入るのはインソムニアです。リコンボルト相手の位置はつかめていません。さあ少し見えたところカカシが抜いていきますが、タケジェここはワンワンのトレード、いやセピアマースが横からカバーに入っています。上からはアルティメット押しをしたスミス、サイトローラでラスが粘る、リロードのタイミング抑えたのはカカシ、そのままセピアマーズをリザレクションで起こします。バリオブデイタが入ってくる、残り1名か、ワンオスリー残ったのはクロウです。ここからの取り返しかなり苦しいでしょう。フレジ止まるのでしっかり勝負、詰めていきます。バリアオーブからタケジェイがすでに上を取っています。ネスト側、これは警戒できないですよね。そうですね、はい、裏を見ていたスミスをまずは落とします。ここでもう A サイトはない、そしてインソムニアもバレている、このところから B に飛び込みますが、牧場選手のオーディンハンターズキュウリでなんとか牧場を抑えたいんですが、牧場がそこを避けている。さらにはレイタのオペレーター、毒の壁よ、レイタが寄ってくるところセピアマーズが抑えていました。3対2、どちらもありますか。3対2、まだチャンスはありますね、はい、ようこそ私の世界へ。でバイパースピットが溜まっていますセピアマーズ、最後の一人だ、最後の一人返せない、横から、いや裏からラズ選手ヘッドショットでセピアマーズを抑えて、出さないナギ奥でしっかり止まっています、うん、おー気づいた、気づきましたね、チラッと見えたか、竹下がそのまま壁抜きでナギを抑えました。ただここで4名時間を見てですが、インソムニアも寄っています。入れさせて4名で取り返したんだが、足止め、横からの車線キルグレイブ、見事な車線の合わせた、バリアオーブ割ってのセーフティー、その上に乗ったサムシング、そのまま撃たれた瞬間に戻ってきます。ラズがキルグレイブを返して3対3、有利なのはもちろんゼータディビジョンではあるんですが、すでに前目までラインを上げているのはインソムニア、お互いワンオワンのトレード、ツオンツーです。ワンショットワンキル、ワンタップ、さあワンオワンです、残ったら負けます、最後抑え切ったかか、さあヘッドショット当たってますよ、さあスミス、ワンオワンのトレード、そしてキルグレイブ負けます、お互いのトレードは続いて3対3、わからないぞ、さあ武器差があったはずだが、絶対ビジョンレイダーが返す、2対3、再び戻っていくスミス、残り1名、ワンオーツ、残ったのは破壊神スミス、いやただ甘えない、音が聞こえてから挟んでいます、うん、さあここは巻き場、レイ本側まで取る動き、そしてすでにタケジェが奥まで入っていますが、レイタとの合わせていきます、そして引くだけ、引いた守りではなくてかなりエリアを広く取っていますゼータディビジョン、取り返しもインソムニア非常に難しいところです。サイトの上にも入られている、ただ抑えたのはナギ、横からスミス、まずは1人、2発、最後は黒、ゾーン3、ナギが返しますが、ラズ巻き場と抑えて11本目を試食したのはゼータディビジョンです。11対4、ブレバーどこだと、すぐに武器に持ち替えてレイダーに対応します、後ろからも来るスミスが、なんとかオペレーターでカバー、裏を取りに行くのはキルグレイブ、いやアクロバティックキルグレイブ、お見事です。
しっかりと3名を抑えました。完璧な立ち回りでしたね。相手のスクリーンも自分が有利になるようなスクリーンに変えました。残ったのは中央のラズ、ワンファイブ。いやー、カカシも無理にピークはしません。高校生プレイヤー、若いプレイヤーとこうね、強気な勝負っていうところもあると思うんです。中央1名、B2 名とも、B サイトまで入っています。いやラズとレイターしっかり抑えて、これ、ってるのは、B 側です。B に4名、そして中央に1名と。タケシェが中央でプレッシャー。さあ、本命は B です。バリオブ割られて、設置できるかどうか。タケシェの叩き込むんですが、カカシが、前方後方、共に潰しました。180度。よく両方抑えたな、あのタイミング。さあ、あとは時間を稼ぐゼータディビジョン。インソムニアが押し込んでくる。ツオンツー。テールミドルアニクル。ラズが抑えて。ワンオンツー。カカシが3人目。1対1。ガーナツーの負けだ。一味違いますね。いやもう、蓋ない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 。見事に走り抜けましたね。頭1個だけ J。詰めてきたスミスに対してしっかりワンピック。ここも、中部を抜けていたカカシを抑えたらマキバー。苦しい時は冷たいんですけどね。ここは積極的に詰めていこうという防衛側。インソムニアの判断で終わりました。慣れていたら、はい、このクローが対応するんですよね。顔を出したところ。めちゃくちゃ警戒はできてる。ただ投げもよく伸ばした。投げ抑えて。クローが上から仕掛けには行きますが、オーブの音が聞こえて。わあ、すれ違ってる。すれ違ってますね。で、この左側にクローが入ったのは投げは見えていません。あと30秒。ゆっくりと A に集まっていく。レイタが中央、キルグレイブを落としています。2対3。やや不利なのはインソムニアか。ただ時間がないことを考えれば、ゼータディビジョンも焦る時間帯です。オールドローン、しっかり前のラインまでクリアリングしてからのバリアオーブ、クローが設置。設置。第1マップ目。アイスボックス追い込まれているのはインソムニアです。嫌な壁。右のルートはありません。左から回り込むのはインソムニア。なぎ、セピアマーズ。まずは一人。レイターがピークします。そこに、クラウドバーストで車線を切って、上から割らず。ポイズクラウド。さあ、そして最後は。マジ違うんじゃないですか？いや、素晴らしい。早めに仕掛けていくのはゼータディビジョン。ただ、シャワー前取れているキルグレイブ。バリアオーブ。そのタイミングでラズが飛び出していきます。ワンワンのトレード。クローは瀕死、体力は13。スモーク中抜けていくのはスミス。位置はおそらくバレていません。その下からラズ。これは大きなチャンス。横をしっかり取りました。ラズが3人目。ショックボール。ショックボールと、ランプ前。やられるじゃないよ。4人目残ったらナギ。ここから設置フェクローもフラッシュポイントはありませんが、フォールドラインが置いてあります。解除音が鳴ったら打っていくという判断でしょう。そうですね。顔を出しません。さあ、時間を見て打っていく。硬直。なぎ。視界は戻りますが、時間をかけるクロー体力がなく。その、なんだろう。実績の行ったその相手のプリンに対して対応はできやすい。うん、ただ、見てる側としてはね、その画面が常に動いてるからこそ、ちょっと酔っちゃう人もいるかもしれない。いやでもここのセピアマーズお見事です。お見事でしたね。まあ行ったのがもう、ただここの守りも硬いです。バンガルで引っ張って裏ではナギの、じゃ時間ありませんからね。少しでも足止まると、設置まで間に合いませんよ。カカシがいいポジション。あと10秒吸い込まれて、おっとフラッシュ、時間を稼ぐ。いやゼータディビジョンも B ショート遅らせてタイミング。マキバ、マキバ、ラズを抑えるカカシが2人。さあ、残ったところも最後はキルグレイブが抑えていきました。ただ、このラウンドに関しては、ゼータディビジョンも、ブーンボットと合わせてフォールドラインを打つ予定ですけども、ウィンドウにはどうやらプレイヤーがいないようです。こうなると、フォールドラインなどの位置も変えていくか。カカシのこの、シーカーですね。残り35秒付近でのシーカー。これで B 側の方が多いと分かりました。そうですね、ラズガハンターズよりエルボー側、カカシを抑えます。味方が進む道を開ける。そしてクロー巻きはキルを取って B をこじ開けました。残り1名。タケジェ相手から奪ったジャッジ、前詰めていく。キルグレイブが1人返して、最後はクロー選手シフトして終わります。
前目に行きたいですよね。おお、その前目できたんですがね、3名でプッシュを考えていたインソムニア、抑えたのはレイヤー、レイタ、お、そしてスミス、ナギとキロを取って2つありますよね。うん、ただクロウがこれローリングサンダーあって、はい、おそらくこれスポーン側見えたらローリングサンダーをぶっ放すんですよ、うん、なのでスポーン側からの入り口でバレてしまうと、これ一気に不利展開になってしまいます。インソムニアもここまで読めてるか、打ちますよ。まずはフォールドライン、いやフォールドラインからのギリギリまで会場まで残しますかね。そうですね、はい、会場を聞こえてからでしょう。 B の窓を警戒、スミス顔を出さないゼータディビジョン、相手2名の配置が分かりません。ペイングダン、ここでのローリングサンダー、うん、前でタケジェ、ナギを抑えます。弱地窓からスミス、ワンオーツ、時間はありません。さあ最後はラズヘッドショットでスミス横を見たタイミング、セキュアマーズカバーが間に合わなかった。パラノイアからシュラウドステップ、一旦ガーデンに戻ります。B の窓ではナギがジャッジで構えています。そしてワンピック一人倒してから A に展開するのはゼータディビジョン。分かたれる前、少しキルグレイブの姿は見えていましたが倒しきることまでは至りません。セピアマーズそのままクロムの窓で味方の合流、シャワーで挟み込みます。カカシ抑えている、タケジェ超突破、巻き場が遅れて挟み込みます。シャワーで2人、サイド側ではタケジェが投げ抑える、完璧な立ち回りゼータディビジョン。うん、いいところインソムニア潰されてるんですよね。そうですね、完全に潰されてます。今度こそと宙に舞ったところ、いやお互いのトレード、いやいやいや、ゼータディビジョンに軍配が上がります。 B サイトを明け渡すインソムニア、残りは3名、3対4、ラウンドは6対1、苦しい時間が続きます。インソムニアドローンが2つ、空そして陸からのドローンです。寄ってきたところもレイタが3人目、戻るがいい、ディア、ショックボルトが飛んできて、それでも前に出るスミス、勝負、まずは1人、タケジェを返す、2人目とはいかない、2つの車線がスミスを抑えますな。さあ上から2人、デュエリストが飛び込みます。焦点はレイタ、そしてタケジェがサイト内を誘導待っていきます。ナギはショーティー顔を出しません。赤色飛び降りてきた、タケジェを落とします。なんとか接続しようというところ、レイタがカバー、3対4、ラズが窓から登場、皇帝ラズは窓から入ってきます。そして最後にはどうする、シャワー、シャワー、見たやつだ。ただキルグレイブ、巻きも逃がしません。キルグレイブ一旦引いてスミスを起こす、ただ巻き場が再び前に出てくる。本日の巻き場絶好調、走り抜きます。このコズミックディバインドって、さっき見せたんですよね、映画スチの時に、だから A って思うじゃないですか、はい、でも B なんですよ。ここでしっかりショックボルトで引いていく、押させない、打ち合わせない、そんな戦い方を見せるな、ゼータディビジョン。配置をぐるっと変えて、タケジェもロング側に、残り1名、ラズが抑えていく、ワンオンスリー、シャワーを見ていないので裏警戒もしっかりできています。うん、この辺のケアですね。そうですね、この辺りは本当に、まあ、先ほどから牧場選手はしっかりとサポートしています。うん、まずはレイター、 B ロングでのファーストブラッド、セピアマーズがオペレーターで返す、牧場が裏を見ていてキルグレイブを抑えました、4対3、うん、映画オペレーターで今映画浴場上がっているということは B の、いや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 、あれ倒すんだ、ちょっとカカシの方が有利かなと思った打ち合いだったんですか。そうですね、負けば抑えましたね。あと30秒、グラビティウェル合わせていたペイントダウン、セピアマーズなんとか引くことには成功しています。ただすでにサイト内に侵入されている、反応はできません、飛び込んで最後の最後まで見届けています。ハンターズフューリー、ラズのハンターズフューリーがナギに刺さります。ただまだ B の窓は取られていません。カカシが最後まで粘り切ります。あと30秒、トレイルブレイザー B ショートクリアリング、ここまで来れば本命は A と分かっています。寄ってくるのはキルグレイブとスミス、
ただランプにすでに巻き場が入っている。ここは気づけません。スター2つ設置、ネビラのスモーク、クレグレーブトリプル、このスペクターでどれまで押さるか。レイダーガマリング、残ったのはセピアマーズ。最後レーザー位置は掴んでいる。ブーモット破壊、タケジェはショーティー、まだショーティーは一発も打っていません。この距離感、フラッシュを避けている、押さえ込んでいった。反対側にはレイダーが登場、忍者のように隠れていました。これが忍びだ。ロング側では巻き場がカバー、ただラズが浴場を抑えています。そうですね、飛んできたギルグレーブ、そしてラズが2人目完璧にバインド、すべてがゼータディビジョンのテリトリー。シャワーを抑え込んだセピアマーズ、ワンオンスリー、甘えません。下にはスターが設置、最後はレイタ、キルグレーブ前に詰めて、なんとか打開したいところ。ラズ巻き場挟み込んで、再びラズブルドッグ、3人目、暴れていたインソムニア、上には上がいる。ラズが最後仕留めての4人抜き銃殺。率直な感想を言うと、はい、こんな相手と戦いたくない、強すぎる。